それを最初にラーで否定されております。ラーユッミン、信じないと。このユッミンは、未完了形の第三人称ですから、直訳すると彼は信じないというわけですけども、アハド君と、ここで、言葉の対象であるその主語が述べられます。アハド君っていうのは、あなたたち誰一人、あなたたち一人、あなたたちのうち一人として信じないと。あなたたちのうち一人として、誰一人として信じてはいないと最初に言われているわけです。ラユミノアハドクン、どういうことでしょうか。ハッタということで、あ、条件付きのものなんだなということがわかります。ハッタというのは、何愛するまでという、句の一つですが、現地の一つですが、何するまで信じているとは言えないのでしょうか。ハッタユヒッバ、ハッタという前置詞の影響を受けて、ユヒッブ、これもアハッバユヒッブハッバン、愛するですね、愛する、愛するの未完了形ですので、本来でしたら一番最初にこのユヒッブという単語語が来ていたら、ユヒッブとバンマの形になるんですけども、ここではユヒッバファトハ、対角になっています。それはどうしてかというと、ハッターという前置詞があるからなんですね。これの影響を受けてユヒッバと対角になっています。ハッターユヒッバ、愛するまで、何を、誰を愛するのか。ユヒッバリアヒーヒ、リというのは、英語で言うとフォーに近い使われ方をする前置詞ですけども、誰のためですね。アヒーヒ、アヒーヒというのは、アヒーというのが私の兄弟です。アフン、オフトン、アフンがブラザー、兄弟ですね。オフトが、女性 の、 その姉妹のことです。それに私を意味するヤーがついてアヒーとなります。そうすると私の兄弟、アヒーですね。アヒーフィラー、アッラーにおける信仰のつながりで、その兄弟のちぎりを持った、持つようになった、同胞と。アヒーフィラー、オフティフィンダー、またそのイスラムにおける姉妹といった言い回しです。それがそのここではリアヒーヒ、最後は代名詞です。アヒーヒのヒは代名詞で彼を指すわけですが、ここではこのその、あなたたち誰一人、ユミヌの方に、帰ります。ラユミヌのハルコムハッサユヒッバリアヒーヒ、ですから、彼、直訳すると彼の兄弟を、彼の兄弟のために、彼の兄弟を愛するために、あ、ごめんなさい、愛するまで、なん、どんなことを彼の兄弟のために愛するのか。マーユヒッブリナフシヒ、マーというのは、前回もご紹介しましたが、関係詞的な使われ方をする句です。まあ、何するところ、何するもの、するところ。まあ、ユヒッブ、同じ動詞のその未完了形、愛するです。まあ、ユヒッブ、愛するところ。リナフシヒ、ここではっきりします。リというのは繰り返しますが、フォーのように、その何々、誰のため、ためですね。ナフシヒのナフスというのが、自分のことを指します。自分自身や自我のことです。自分自身。ヒというのは、また代名詞で、彼、その人に帰るわけですけども、最初のユミンの方に戻るわけですが、彼自身のために愛するところを、彼の兄弟のために愛するようになるまで、あなたたちは誰一人として、信じてはいませんと。まあ、訳すると、本当の意味で信じているとは言えませんと言われているわけです。ですから、まあ、こなれた日本語にするならば、自分自身、最後からしましょう。自分自身のために、自分自身に好むこと、愛するというのは好むことですから、自分自身に好むことを
同胞のため、兄弟、姉妹のため、兄弟のために好むようになるまでは、本当の意味で信じているとは言えません。といったニュアンスのお言葉かと思います。はい。それから、今何度も繰り返しましたけども、できることならハディースを丸ごと覚えたいものですね。ハディースというのは、かの預言者ムハンマド様が、その場合を言葉を選ばれて、口にされたもので、アラビア語としても、とても美しく、簡潔ながら、とても意味の深い、最良の言葉です。ですから、コラーンもしっかりですが、ハディースもまた、私たち人間にとって覚えやすいもので表現されています。覚えやすくなっています。3度ほど繰り返しましょう。お付き合いください。ラユミヌラユミヌアハドクムアハドクムハッタユヒッバハッタユヒッバリアヒーヒリアヒーヒマユヒッブマユヒッブリナフシヒリナフシヒラユミヌアハドクムラユミヌアハドクムハッタユヒッバハッタユヒッバリアヒーヒリアヒーヒマユヒッブマユヒッブリナフシヒリナフシヒلا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه はい、ありがとうございます。では続きまして、同胞愛、ここで取り上げられている兄弟のために愛する、それは別の言い方をすれば同胞愛、兄弟愛について、教えてくれるものなわけですが、アラビア語ではこの同胞愛のことをウフーワと言います。ウフーワというのは先ほどご紹介したアフ、オフトから来ている言葉、派生した言葉です。ウフーワ、その兄弟、そのたらしめるもの、兄弟である、ことこのウフーは同胞愛とは一体何でしょうか。一緒に考えてまいりたいと思います。で、具体的に日本ではどう実践すべきで、どんな実践方法があるのか、何か良い、ご提案などございましたらぜひ教えてください。ここでこのハディース自体ですね、第13の伝承のハディースの理解を深めるために別のハディース学者による伝承、その言い回しを見てみたいと思います。大ハディス学者であり大法学者であった四大法学派の学祖の一人、アイマン・アハマド・イブン・ハンバル・ラヒマホ・バホ・タアラ、彼が伝える言い回しでは、似たようなそのニュアンスの言葉を伝える言い回しではこのように言われています。ラ・ヤブルグ・アブドン・ハキーカタル・イーマーニحتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير خرج الإمام أحمد ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير الله أكبر ですから、これを見るとここで語られている同胞のために、自分が好むことを同胞のために好きになる、その好むようになるまでは本当の意味で信徒とは言えないというものは、もちろん、言うまでもなく、まずはそのイスラームにおける同胞愛が来るわけですが、それだけではないんですね。それだけではありません。イスラムにおけるその信仰を分かち合う人たちの間での同胞愛がもちろん